ああ確かに。なるほど。はい。へえ。やれやれ。さっさと片付け。
よし。海南の買い付けも無事終わったな。ぼちぼちみんなを招集させないと。あ、ベルクーリ殿の口か。ジョーちゃんは本当にそれでいいのか。なんだな。お忘れですか、召喚は和平の。お前さんはそれで辛くないのか。辛いのは召喚だけではありません。その繰り返しです。うんざりしているのです。違いがある者同士の子供の頃からずっと戦争を止めて和平を戻す召喚は連れのさ。本当にそうか。はい、お時間をいただき。これはキリト。聞いていたか、喋りたきゃ。いや、途中までしか聞けてないし。皮肉なもんだ、俺が殺した暗黒騎士の娘だ。しかも敵討ちをしたいのかと思えば切りかかってくれた方がマシだったんだがな。これはなかなか根深い問題だぞ。俺たちの都合で。ドロシー、キリト、何かありましたか。そしらぬ顔をしてるけど明らかに無理。あの、用がないなら召喚は少し考え事をしたくて。いや、あるよ用事。何ですか。もう実行してる。ドロシー、俺に理由は言いたくないだろうけど、ちょっと落ち込んでるだろ。あ、俺もそういう時あるよ。何せ別世界の人間だからさ。別世界人の悩みっていうのかな、こっちのみんなに口で説明できないことで悩むこともある。でもそういう時そうされると、最初は知らない世界にいるけど、だからドロシーもそうなったらいいなと思って。召喚は君と。俺が勝手にやってる分にはいいだろう。あ、見ろドロシー。え、あれはほらなだらかになっ。あいつ自分は弱いっていうくせに
逃げるときは弱かったらできないと思う。腹は強い、間違いないよ。ちょっと笑ってる？だって君がここだけのお話、召喚もカイナン殿のお腹に、ドロシーも、はい、鎧を着ているのに召喚が押し負けるなんて。ありがとうございます、キリタさん。これを。俺の仕事は和平施設。はい。やれやれだぜ。お礼を言わせてください。まったく。ロニエ、こっちに来ていたのか。はい、人海守護軍補給部隊に加えてもらいました。そうだったのか、ご苦労さん。よかった、こっちの世界でもキリト先輩に会えて。実はティーゼも一緒に来ているんですよ。ティーゼも来ているのか。二人とこうしてまた一緒になれるなんてすごく嬉しいよ。私もキリト先輩にも会えるかなって思ってました。微力ながら頑張ります。ロニエもティーゼも和平交渉がうまくいくよう協力してくれたらすごく助かるよ。よろしく頼むな。ティーゼ。はい、人海し、そうだったんだな。はい、こっちの世界なら。そういえばユージ、うん、あ、一緒に交易街に来たからな。あ、近く、そんな大げさですよ。それとロニエもき、さっき会ったよ。ティーゼもロニエも和平交渉がうまく、よろしく頼むな。はい、私もか、メディナ。なんだお前か、キリト。ああ、補給。ああ、私はまだ正式人海守護軍補給部隊とはいえ、あ、
やる気、どうしたんだ。私は記憶がまだ曖昧なとこ。まあそうだよな。だがお前とは人界で共に行動。ああ頼りにしてるぜ。なれな、な、やっぱり顔。今日も疲れたな。それじゃあおやすみ。また明日。はい、おやすみなさい。ねえ、私も一緒に遊びたい。仲間に入れて。ん？お前誰だ？あ、こいつ知ってる。大人が言ってた人海人もどきだぜ。本当だ、肌の色が俺たちと違うぞ。でも暗黒界に住んでるのか。人海から送り込まれた敵なんじゃ。違う。待て、人海人もどきを捕まえろ。あ、もうよそうぜ。この先あいつの家だ。あいつの母親暗黒騎士団の偉いやつなんだぜ。人海人もどきのくせにな。おーい、もう近寄るなよ。そうだそうだ。ドロシー帰ってきたの。またいじめられたの。違うって、私だけ色が違うって、人海人もどきだって。でも何も悪いことしてないよ。どうして誰も私とは仲良くしてくれないの。ごめんね、トロシー。なければよかったね。なければあの人を愛さなければよかったね。正解。じゃあ次はどうかな。馬車に8人、一族が乗っています。残念。なんで？俺が聞いたのはお客さんの数だから。ずるい、それすっごい意地悪。ドロシーさん、おはよう。アスナ殿、おはようございます。朝ごはんの材料が足りなくて。キリト、貴様ひねくれた問題ばかり出さず。エルドリエにはちょっと難しかったか。違う、断じて違うぞ。答えは分かっていた。あの二人仲が悪そうに見え。聖豪騎士でもないキリトが。簡単な事情と来歴はリアルワールドの殺し合いをしたのに。いろいろ誤解があっての戦いだったし、冒険の仲間になってしまえばその人がどんな、そういうものだって。私たちも参加しよう。でも次の問題から挑戦してもいい。ぜひ。でもキリ、ちょっと立ち筋はまっすぐだというのに。なんだよ、難しくないと面白くないだろ。こういう遊びをするの。
キリトさん、お待たせしました。伝令の暗黒騎士団さんの方で使者さんたちを受け入れる体制が整ったようです。了解。やっとオブシディア城へ行けるな。気合を入れていこう。あ、わかりました。あの、ああ、ローゲ、うん、補給部隊って人たち。そっか。本当か？また何か悪いやつが。ああ、ログ、そのき、え、そ、俺たちがオブシティア城を目指すのはわ、わい、まあそうだな。ほ、いやいや、俺はキリトに。ありがとう、ログ。わかった。おう、キリト。ベルクーリさんも。ああ、俺たち戦国騎士もわ、まだまだ先は長いが、よろしく頼む。もちろん。戦国騎士たちのみんなが一緒。ここまでの安全が確保できたのは収穫だ。だが最終目的であるオブシディア城での和平交渉。分かってる。気温。それとここまで道案内をして。ドロシーが。いや、あの娘はコンキリト。すまんが。分かった。